はい、どうもめいチャンネルです。今日私はですね、那覇空港の方にやってまいりました。これからですね、那覇から石垣の方にね、 JAL の方で移動していきたいと思います。今日はね、めちゃめちゃ天気が良くてですね、もうめちゃ暑い。今ね、朝のまだ9時過ぎですけど、もうね、30度超えてますよ。はい、じゃあね、これから早速チェックイン手続きをしてですね、 JAL の桜ラウンジの方にね、行ってみたいと思います。ちょうどね、先日私 JGC のね、会に不要でね、なりましたんでね、入っていきたいと思います。じゃあね、行ってまいります。はい、じゃあね、こちらの JGC のね、カウンターの方で、チェックイン手続きを行っていきたいと思います。ああ、こんな日がね、来ると思ってなかったですね。嬉しい限りです。はい、無事にね、チェックイン手続きが終わりまして、チケットね、発行していただきました。これからね、桜ラウンジの方に向かって、ちょっとゆっくりしたいと思います。はい、じゃあね、こっちの優先レーンの方ね、取って、検査、保安検査を受けていきたいと思います。はい、保安検査ね、無事に通ってきましたけどね、残念なことに、一般レーンでね、入ってしまいました。何のために JGC になったんだって感じですけどね。とりあえずね、これから桜ラウンジの方に向かいたいと思います。そのまま優先レーンから桜ラウンジ行く予定だったんですけどね、不慣れなものでこのままね来てしまいました。ここからね入っていきたいと思います。はい、今ね、桜ラウンジの方から出てきました。結構ね、静かで、中ね、喋れる雰囲気ではありませんでしたので、オリオンビール堪能してね、これから搭乗口の方に向かっていきたいと思います。いや、次回はね、ちゃんと、スイートチェックインみたいなところでね、チェックインしていきたいなと思いますけどね、なかなか慣れないとね、難しいですね。はい。で、搭乗口は25番搭乗口になります。いやー、今日もね、めちゃめちゃ天気がいいですね。気持ちいいです。これね、乗る飛行機じゃないですけど、内縄の翼って書いてありますね。はい、こちらね、25番が石垣行きですね。はい、石垣行きのね、飛行機です。はい、じゃあね、搭乗開始まで時間ありますので、ちょっと待ちたいと思います。3名です。今日ね、子連れということで優先搭乗させていただいてます。お待たせいたしました。石垣行きでございます。
はい、おはようございます。寝てます。サンキュー。こんにちは。上にお上げします。何かお取り出しされますか？いや、これだけでよろしいですか？はい、登場いたしました。でこちらの、ね、737-800 のですね、クラス J で、那覇から石垣の方に向かっていきます。じゃあ足元ね、めっちゃ痛いですね。優先登場してますね。後ろ誰もいらっしゃいませんね。はい、レイ君はね、今登場直前に寝てくれましたんで、ゆっくり過ごしたいと思います。
ト、着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。乗り台ボードを使いませんよう、シートポケットやお席の周りを使用しました。ありがとうございました。石垣空港ね、到着いたしました。はい、というわけでですね、無事に石垣空港ね、到着いたしました。送迎車に乗って、これからね、宿泊するホテルの方にね、向かいたいと思います。那覇でね、JAL グローバルクラブのですね、恩恵をね、受けられたと思いますけど、完全にね、私も、どういうルートを通ったらね、優先で行けるとか全くわからなかったんでね、また次回かなと思います。まあ無事にね、とりあえず JGC の効力ね、使えてよかったなと思います。じゃあね、今回の動画はこちらで以上になります。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったって方はぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に Twitter、LINE、Instagram やってますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。またね、これから石垣とかね、動画をお送りしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。ではね、また次の動画でお会いしましょう。